来年100歳を迎える喜兵衛2世の三宅明美さん。4歳までアメリカで過ごし、その後は広島で育ちました。農業学校を卒業した18歳の時にお父様に渡米を勧められたそうです。明美、お前はアメリカで生まれたんだから、一度生まれた故郷を見て、故郷が悪かったらすぐ帰ってくる、あんたが好きなようにしなさい。そうしたところがね、私はアメリカが広くてから好きになってね、将来生活するのにもふさわしいところだと思ってずっとおりましてね、日本に帰りたいことは一度もなかった。しかしその後、第二次世界大戦が始まり、収容所に入るか自費で内陸に移るかの選択を迫られました。結果、内陸のユタ州へ移ったそうです。戦争が進むまで4年間ユタで小さい農業を続けておりました。渡米して今年で81年、現在もコミュニティで活発に活動されています。コミュニティに貢献する大切さは、渡米を進めたお父様からの教えでした。お父さんがアメリカに来たでしょ、自分たちは間違ってたと、アメリカの社会に全然貢献しなかった、お前は長男だから、次男もおるし三男もおるからね、うちの宮家を継ぐ必要ない、アメリカのために尽くしなさいと言って、私は少し説教を受けてから来たんです。現在これほどお元気で活動できている秘訣は、生活習慣と毎晩しているちょっとしたことにあると語っています。貧しい家庭で育てられていますよね。だから何でも食べられるんです。健康はね、好き嫌いがあっちゃダメなの。そしてタバコを吸わないことで、酒はちょっとね、今はハーフカップほど赤ワインを飲んで寝ますけどもね、ほとんど毎晩ね。35年前にソーダを飲むのをやめて始めたこの習慣のおかげで健康が保てているそうです。ただそれ以外にもかなり驚くようなものを毎日3食食べているそうですよ。あれを食べてるんです。で、皮もそのまま食べるんです。噛めば噛むほどね、唾液がたくさん出てくる。その唾液がね、消化を助ける。驚きの皮ごとアロエですが、ご自身の哲学があるそうです。苦いのはね、必ずね、胃に入った時にこれが甘くなると、私は信じてる。甘いものを食べるとね、みんなあえてね、毒になる、良くない。食事以外にも運動として大好きなゲートボールをされているそうです。近所から遠いところでは桜ガーデンズや県中岡コミュニティセンターまで1週間に計3回されているそうです。ゲートボールに誘われるし、また私も好きだからね、健康のためでもあるし、私に今できることはゲートボールより他には運動ではないと。またゲートボールをしない日は、朝1マイルを20分かけて散歩し、毎日の運動を欠かさないそうです。そして何よりも、現在もご自身で運転されているから驚きです。今ね、1週間にね200マイル、1ヶ月に800マイル、そして1年間1万マイル今あって、おかげさまでね、2年前に運転の免許更新して、皆さんと同じように合格した、だから5年かけまして、101までもらったんですね。いつもお元気な三宅さんですが、93歳の頃にステージ2の喉頭がんにかかったそうです。抗がん剤治療で完治しましたが、その時には進行も支えになったそうです。私はセラピーを受けましたけどもね、私はその反面ね、進行もしとるんです。私たちの教会ではね、神様からね、霊線をつないでもらってから癒してもらうんですね、心体を癒して。お医者さんにも産休の友が言いますけどもね、両方が相まってね、救われたと思って感謝しております。若い世代のアドバイスを伺うと、長生きの秘訣は孤立せず、コミュニティの中で和合協力をしていくことだと語ります。健康でいるためにはね、皆さんとね仲良くしなきゃいけない、和合しなきゃいけない。和合するとともにね、皆さんとね、いろんなことをね、協力しなきゃ、皆さんと一緒になってね、いいことをしましょうという、そういうことが私は大切なんじゃないかと思ってるんですよ。
コミュニティに貢献することは孤立せずに人との交流を持つだけではなく、さまざまなメリットがあるそうです。どんなコミュニティにね、できるだけ協力すればね、自分の心も安らぐし、そしてそういうふうに動くからね、運動にもなるし、そしていいことなの。ただ本当の健康の秘訣は、三宅さんが何度も語られている、大切にされている言葉かもしれません。大事にしている言葉はね、もう感謝よりほくではない、朝から晩までね、感謝という気持ちが私は大切ではないかと思っておりますよね。